はい、今晩はですね、私はここ関西空港、日光関西空港ホテル、日光ホテル関西空港ですか、こちらの方に一泊しております。明日の朝早くテンパサル空港へインドネシアに向かうためのその前乗りなんですけども、明日私がインドネシアに行く目的っていうのは、まあぶっちゃけないんですよ。もともとインドネシアに行く目的っていうのは、インドネシアの有利な銀行金利を受けるために、その銀行口座をね、現地に行かなければ作れませんので、そこに行くというのが目的だったんですよね。でも私も2月に行ってますんで、ぶっちゃけ今回行かなくてもいいわけなんですよ。行かないという選択っていうのはできるわけなんですよ。でも私がなぜ行くかと言いますと、前回私と一緒にですね、その速稼塾の塾生さんを中心に、バリ島に行ったわけなんですけど、インドネシア行ったわけなんですけども、その時にどうしても行けなかった方が声を上げてくださって、他に行く日はないんですかということだったんで、いや私は毎年行きますよと、もしお気持ちがあるんだったら一緒に行きましょうというふうにね、なんかそんな気持ちになったんですよね。で今回7月28日が都合がいいって方がいらっしゃったんで、じゃあその日にしましょうということで呼びかけると、今回もバシッとね、速稼塾の塾生さんでこのインドネシア行きが埋まったということなんですよね。でこのツアーを企画してくださった何と言いますかね、会社の方も社長も私のところに会いに来てくださってね、でこれからも一緒に、こういうふうな形で付き合っていきたいなという、気持ちを新たにしたわけなんですよ。で私に何かのメリットがあるかっていうと、特にありません、だからメリットに対して動いてるわけではなくて、インドネシア行ってみたいなっていう方がいて、僕なんかでもね、一緒に行けたら安心だということでしたら、それはお役に立てるんじゃないかなと思って行くんですよ。関空から、そうですね、インドネシアのテンパサル空港まで飛行機代が15、16万かかるんですよね。で私関空まで往復が2万数千円の交通費と、もろもろで3万ちょっと超えるぐらいの経費がかかるんですね。でこの3泊5日のツアー全経費が15、6万、これまたかかります。この時点で30数万円、35万円ぐらいがいるんですよね。1回インドネシア行くと35万ぐらいは私は覚悟しないといけないかなと思ってるんですよね。でもそのお金がどっから出てるかということです。私の銀行口座から出てるんですけども、もともとはお金っていうのは誰かからもらったものなんですよね。誰かからいただいたもので、今回またそれを使わせていただいて、誰かに対して私からいただいたものって形ができるということで、お金の連鎖がねこうやって起きてるってことは、誰かがやりたいこと、見たいこと、したいことが、できているってことなのかなと思うんですよ。だからお金の移動があればあるほど多くの人の希望が叶ってるっていうふうに私は感じるんですよね。もちろんそうばかりではいない部分もありますけども、おおむねお金が移動するってことは誰かが何かを叶えた、その連鎖なんだろうなと思ってます。そういう意味でね、お金がどん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 この世の中を流れてくれると、多くの人の夢や希望が叶っていくんだろうなと思いますけども、お金を使わないってことはどういうことか。お金を使わないってことは誰も何も叶えていない状態だと思うんですよ。誰かの出費ってのは誰かの資産になってるわけなんですよね。誰かが払うってことは誰かが受け取っているってことですから、非常に単純なことなんですけども、自分が払うのをやっぱりねやめてしまえば、自分から誰も受け取らない状態っていうのができるわけですよ。でそれがいわゆる景気の悪さかなと思います。景気ってのははっきり言ってね、気分なんですよね。景気というからには気分で、この気分が消費に向かうとかね、投資に向かうとか、これが非常に重要なんですよ。ある意味浪費ですら誰かの役に立ってますからね。浪費だと言ってもそれは何かを消費してるわけなんですよ。自分がさほど必要としてないものを買うから浪費っていうふうにお金を使う側は感じますけども、お金を使っていただいた方は浪費だろうが消費だろうが投資だろうがいただけてありがとうございますなわけなんですよね。だって誰かを豊かにしてるわけなんですよ。でそういう意味で職業に寄せんはないって話を前回しましたけども、今回はお金に寄せんがないかなというふうに私は思います。どんな形であれお金が流通するということは、誰かが何かを叶えているその連鎖なんだろうなと思うんですよね。ですので私はね、今こういう立場になったから余計思うのかもしれませんけども、お金を使うことってやっぱり使う方も楽しいし、使っていただいた方も、ありがたいしということで、なんか喜びがすごくね渦巻いてるんではないかなと思うんですよ。
節約も瞬間的には必要だったりするんですけども、じゃあみんなが節約してしまうと、もしくは節約する人が多くて節約ブームになってしまうと、やっぱり財政っていうのは緊縮してしまいますよね。ものすごくちっちゃくなってしまいます。でその結果何が起こるかっていうと、お金を持ってる人が有利になってしまうんですよね。このロジック私も気づいたんですよ。多くの方がお金を使わないことによって、一部のお金を使う人がどん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 豊かになります。それはなぜかっていうと、こういうことなんですよ。お金を使う人があんまりいなくなると、お金を使える人が喜ばれる存在にどん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 なっていくんですよね。近くの飲食店を想定してみてください。みんながお金使わなくなって飲食店に行く人がいなくなってきました。でもその中でもお金がある人はその飲食店を利用し続けると、その飲食店から見るとその方っていうのはお得意様で、絶対に手放したくない方になるんですよね。来ていただいてありがたいなと、いつもお金を使ってもらってるなということで、じゃあこの人を逃がさないためにね、もっとこの人のことを考えた手厚いサービスにしようと。で他のお客さんがあんまりいないから、じゃあこの人の気に入るようなメニューにしていこうと思って新メニューができていくわけなんですよ。まあ、そうするとこの方っていうのはますますね、そのお店を気に入って喜びのためにお金を使うようになると。この方はいただいたお金に対して感謝で、またこの方にね気に入るようなサービスをどんどん濃くしていくという、こういう関係が節約の上に成り立っていると思うと、一部の人がむちゃくちゃ喜ぶ体制っていうのは多くのお金を使わない人が作り上げているとも言えるんですよね。じゃあみんながお金をいっぱい使うと何が起きるかっていうと、みんながお金をいっぱい使うようになると、そういった飲食店なんていうのは多くの人であふれかえることになりますんで、特定の人に向かってやるサービスっていうのがなかなかできなくなるんですよ。それこそ多くの皆様に、刺さるようなね、平均的なメニューになってくるんですよ。でそれで、成り立っていくってことになると、平等に近くなるのかなと思うんですよね。で私は、ね、このロジックになんか気がついて、正解かどうか分かりませんけども、私今の時点ではみんながお金を使うことを止めないようになると、みんながねなんかその面白くなっていくのかなと思うんですよね。確かにお金がないから使わないっていうところあるんですよ。で用意どんでお金を使いましょうって言っても、それでもやっぱりね自分だけは使わないみたいな人が現れると、今私がお話したような形でできないんで、お金の仕組みってのは面白いなと思うわけなんですよね。はい、といろいろとお話しましたけども、今回ね私がお伝えしたかったことは、まあ節約よりも使った方がいいのかなと思ってきたってことなんですよ。まあもともと私もね、借金が2000万超えてる時でもお金はないけども使うことはやめなかったんですよね。しかもバカな使い方ばっかりしてましたね。まあそれが功を奏して何かになったってことなんですけども、ただやっぱりそうは言っても逆説的なんですけども、無駄にお金使わない方がいいですね、やっぱりね。なんかね、たまたまうまくいった人がお金使うのはいいことだよっていうと、まあ、やっぱり間違ったことを伝えることになりますよね。自分の身の丈に合った出費に抑えないと、結局は根本から自分の財政が破綻するんで、あまりいいことではないかなと、まあ、そんな風にね、なんか矛盾をはらんだ今回の放送になりました。皆さんどう感じだったでしょうか。私もね、結局は結論が出たわけじゃなくて迷っているってことなんですよ。それでは失礼します。